はい、皆さんこんにちは。ちょっと行きますね。はい、今何を言ったかというと、ね、マイクを置いたんですけど、ついに日本ですよ、私今。はい。でね、今日映画の時間ですけど、久しぶりに飛行機の中で映画をね、自分の見てないものを見たので報告をしなきゃいけない。これずいぶん前にね、やっぱアメリカで、ね、オンエアになったやつで、まあ、ロードショーっていうのかな、まあ新しくはないんですけど、自分としては本当に、見たのは新しかったっていうことですね、ご紹介しなきゃいけないです。これガーディアン・オブ・ギャラクシーの2なんですよ。で、まあいいとか悪いとかいろいろありますけど、まあそこら辺のところはね、まあ後にしまして、とりあえず、今ね、羽田に到着してデルタ航空で、それから成田に移動して、これからトニー・ポーカー君を待っているという、そういうような状態なんですよね。さあ果たしてどうなるんでしょうかね。私もね、もうこれは何とも言えないんですけど、とにかくゆっくりと、ちょっと語りたいと思いますんでね、行ってみましょう。それでは、日本からやります。はい、ジョリーに首ったけ。はい、ということで日本の収録なんですけどね、まあとりあえず飛行機の中で何本か見ようと思ったんですよ。で、最初狙ってたのは、本当はね、キングコングがあったような気がしたんだけど、ちょっと残念だな、それ見なかったな。というのは、もう眠くて眠くて体調が悪いんで、まあ体調悪いってんじゃないんですよ。ただ眠いんですよね。だからこれなんとかしなきゃいけないと思って、まあとりあえずガーディアン・オブ・ギャラクシー見たんです。その後ね、ビューティー&ビーストとかね、見たんですけど、途中寝ちゃいましたね、やっぱね。で、ストーリーはっていうと、まあ活劇ストーリー日本語で見たんですけど、よくわかんないですね。結論から言うと、例のグループ、なんていうんですか、アライグマと、その要するにね、剣の子みたいな人と、ジュラシパークのお兄ちゃんとかね、体力のあるやつがどっかの国でやっぱトラブルして逃げるんですよ。それでね、あいつらを殺してこいって狙われちゃって大騒ぎをすると。で、気がつくと、実はその主人公の男の子のお父さんが出てきまして、実は私は神様みたいなもんで、君を迎えに行くんだと。ところがまあそれがいろいろあって戦いになるというもんですね。はい、なんかよくわかりませんけど。でね、結論から言うと、話が三分化しすぎてて、よくわかんないって、ここが問題ですね。テーマがずれちゃって、なんかイメージの方が、先に行ってて、キャラクターを生かすために、いろんなキャラクターを、とにかく、表にもうものすごくね、要するに、キャラクターをどんどんと、フューチャーさせようってしすぎ、簡単に言うとね。ファンタスティック4とかね、昔あったその、マーベルの、そういう、やつっていうのは、そもそもキャラが立ってんじゃないですか。だから、つまんなくはないんだけど、いかんせね、なんか映画としてのストーリーが、見終わった後にわかんないってまずいんじゃないかなって感じがしましたね。うん。まあ、僕としてはね、私としては基本的には、つまんない映画ではなかったです。うん。まあ、飛行機の中っていうとね、どうしてもそういうことではいい映画をちゃんと見なきゃいけないんだけど、まあ、いかんせその11時間、12時間とかね、長い時間乗るでしょう。そうすると本当は3本見れるんだけど、それ見て1本で、後半眠くなっちゃってダメでしたね。この話はまた後にするとして、それ以外にもね、見たのはビューティー&ビーストですね。あれの実写版のハーマイオニーのやつ。で、これはね、途中まで見たんだけど、前見てた映画なんで寝ちゃいました。うん。で、その次はもう体力ないし、いろいろ見ようと思ったんだけど、もう朝早く、出てきて、あんまり寝ないで飛行機なんか乗ったんで、日本酒とワイン飲んでるガーですよ。もうほんとね、いい感じなんじゃないですかね、帰ってね。うん。まあ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーはね、どういう感じかっていうと、一言言って、ロードショー行かないでよかったなと。あれ、英語で見たらわかんないですね。やっぱりね、英語がわかりやすいものとわかりづらいものがはっきりあるんで、それを考えたときに、非常にわかりづらく感じたっていうのが今回の正直な考え方かな。うん、やっぱりそこらのところはね、見る側の方、っていうの、うん、やっぱりちょっと考えていかないと、やっぱり良くないですね。さあ、これね、撮れてんのかな、とりあえず撮ってるつもりですけど、撮れてなかったらまたしょうがないということで。ガーディアン・オブ・ギャラクシーね、見ました。はい。本当はね、キングコングなんですよ。で、日本に来ると、日本でまだね、放映っていうかな、が、そんなにね、立ってないものもいっぱいあると思うんですよね。だから、アメリカではもうすでに随分前に終わってても、日本は労働省になったばっかりだっていうのが随分あるんで、それもね、探してみようと思ってます。結論的には邦画も、まあ、日本でしか見れないんで、見てみようかなと。ただ、それもね、9月になってからなんで、8月はしばらく映画の話ね、みんなのベストなんていうのも来週ね、撮ってみたいと思います。みんながどんな映画が一番好きだったかとかね、素敵だったかっていうような、ものを、例えばトニー・ポーカーもいるので聞いてみようかなと思ってますね。まだね、半分なんですが、ガーディアン・オブ・ギャラクシーに半分ぐらいしか話すことがないっていう、すごい悲しい結果ですけどね。まあ、しょうがないですね。じゃあまあ、とりあえずね、これ、ね、前半後半に分かれますので、
旦ここで切りまして、次の後半に行きます、じゃあね後半別の話にしようかな。行きましょう。はい、皆さんにはね、ずっと連続で聞いてるんですけど、3分ほど時間をいただきましてね、ちょっとね、忘れ物がないかとか音声の確認をしました。最近ね、これ撮ってってね、たまにね、よく間違えて撮れてないってことなんですよ。これね、ショックだね、撮れてなかったらね。だからそんなわけで一応確認をしました。で、映画の話の続きですけど、もうね、これ後半になるでしょ。10月になると新しいのがいっぱい出てくるんですよ。ね。だから、10月の映画っていうのも、これからね、紹介していかなきゃならないですね。アメリカの方は、夏休みとかね、お正月じゃなくて、その5月10月に新しいものが来ると。でその10月っていうのはハロウィンシーズンまでは怖いものやって、ハロウィンが終わった瞬間に解禁かな。本当は5月10月って感じね。で、スターウォーズも今年ありますし、そういう意味では、当たり年になってくれればいいかなってね。ログワンっていうのがすごく人気あったじゃないですか。今回もう一回見ようと思ったんだけど、ログワンもいい映画だったんですけど、出た登場人物全部死んじゃったでしょ。ね。だから、スターウォーズの今度のエピソードの方は、楽しみなのは、一人本当に役者さん死んじゃったんでね、どうすんだろうなと。ここら辺でしょうね。うん。しばらくはそういう形。あとね、全然関係ないですけど、バックトゥーザのフューチャーの4は本当にあるんだろうかと。これね、ガセネタみたいなものはいっぱい出てるんですよ。ただ本当にあるって情報もね、実は僕ね、ハリウッドで聞いたんですよね。だけどこれシークレットの情報で、それ以上出してくれないんで、やっぱり、一時ね、30年前に映画が大ヒットした20年からね、そこらのところ20年、30年前に大ヒットしたシリーズあるじゃないですか。だから、そのシリーズの出すタイミングで、例えば、インデペンデンスデイとか、あとターミネーター系とかいっぱい出ましたよね。これを外したかったと。それで、全部ほとぼりが冷めた頃に出したかったんじゃないかっていうのがもうその真実なんですよ。で、偽のね、例えばその動画とか出したじゃないですか。あれも、実は、計算づくで作らせて出してるという話が、一番、最新の情報なんです。だから、本当はあるんだけど、偽物で偽物のように見せてると。で、これで周りの方でやるのかな、やらないのかなっていうね、その話。本当はジュラシックパークなんか絶対やらない予定だったんですよ。やらないって言っててやったと。うん。で、相変わらずジュラシックパークで当たりましたけど、それを今度は確実にジュラシックと同じように配給しているユニバーサルは、確実にバックトゥーザフューチャーをやるんじゃないかっていう形ですね。で、マジックキャッスルハリウッドにいますと、そういう情報がポロッとね、口の軽いやつがいるんですよ、そのユニバーサルの人間とか。ね。それが、言っちゃうんですね。本当に言いたくしょうがないんでしょうね。やっぱりみんなね、映画好きでユニバーサル入ってる人たちもいるわけだから、そこら辺のところで、真実を語りたかったんじゃないかなって、後半の話です。はい。それ以外にもね、やっぱり、有名なのが目白押しにあるんですね。で、実際には、キングコング対ゴジラをハリウッドでやるっていう話もあります。これもね、これはね、情報が流れないってことは、そろそろなんですよね。だからそういう意味を含めても、すごいですよ。やっぱり新作よりも、やっぱりリメイクの方が人気が出るってところが、前作の何が良かったかってことなんですよね。で、キングコングの後半の新しいやつは僕見てないので、それまでの間にぜひね、おさらいしたいと思います。もちろんスターウォーズは当然ですけど、あれぐらい有名なものになってしまうとね、もう皆さんはもう情報は渡り、ワーナーのね、考え方ってのは全部20世紀フォックスもそうですけど、ユニバーサルと違って、バンバン前宣伝して出しちゃおうっていう形がありますね。うん、そこら辺も考えると、どうなんでしょうかね。あと、ターミネーターももうやらないっていう話を出されましたね。ターミネーターの役者の女の子が、カミングアウトして拒否したと。で、これもね、なんか真実じゃないらしいんですよ。僕ね、本当そのどれが真実かっていうのは非常にわかりづらくて、ね、どうなんですかね、その真実のね、有無っていうのはよくわかりませんけど、とにかくハリウッドは、注目させるために、絶対足を運ばせたいと、ために、真実の情報と真実ない情報を同時に流します。これ僕がテレビ朝日でやってたのと同じようなことですね。はい。だから、それを考えたら、バックトゥザフューチャーがもう何も全部やるんでしょう。あんなドル箱やらないわけ。ないですよね、どう考えたってね。うん。だって皆さんだって絶対見たいじゃないですか。うん。だからそれも含めて、秋から注目してみたいと思います。しばらくはね、9月から10月のね、10月いっぱいとか11月までっていうのはホラー映画ばっかしで、ちょっとイメージ悪いんですけど、アメリカのこれお祭りだと思うんで、ホラーも一本見てみたいかなと思いますけどね。さあね、時間の方がだんだん近づいてまいりましたが、皆さん頑張ってね、映画模索してください。映画の時間ね、最近ちょっとね、視聴率が良くないので、頑張って持ち上げたいと思いますんでね。はい、これから私は成田空港に行って、トニーポーカーをピックアップするというね、ということです。それぐらいのリアルタイムの話でお届けしました。皆さん、日本で映画の話をしましょう。私を見たら映画の話を録音しましょうと言ってくれたら、一緒に、電波に乗せて、報道していきたいと思います。さあ、マイクを取ります。
ね、はい、皆さんまた今度、ゆっくりとね、飲みながら話しましょう。それではさようです。どうもありがとうございました。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。